はい、でこれはね、なんか今週のおすすめの日本酒とかいろいろ美味しいやつありそうなんで、ちょっとここにしようかな。これこんな感じで、ね、あ、こら、はい、でここにちょっと行ってみます。次ですね。これがいい、好き。なんだろう、酸味もあるけどすごい飲みやすい。うん、美味しい。はい、料理はどうしようかな。なんかまたホタテになっちゃいそうだけど、これはちょっと気に入った。お、あと生姜焼きもある。私のやつよりか美味しいかな。どうかな。牛ハラミ、牛肉もいいな。はい、お願いします。はい、タタン。はい、ハラミです。はい、これはガッツポン酢で、柚子胡椒付きのやつになるね。これは私ももしかしたら食べたことないかもしれない。ちょっと食べてみよう。じゃあ、結構厚みがあるね。いいね。わからない、日本酒よりかはビールの方が合うかもしれないね。美味しい。よし、これは。で、ゆず胡椒。わあ。なるほどね。あ、これ好き。お酒のつまみで結構いいと思う。耳がに似てる。でも耳がよりかは肉が入ってるって感じ。はい、で今日はね、ちょっとお話ししたいことなんだけど、私はね、実は日本人に羨ましいって思ってることがあるんだけど、でそれはちょっと、まあ、説明したいと思います。日本人ってさね、黒髪 ですごい、なんか髪がすごいサラサラしていて、髪の毛が綺麗な人がすごい多いなんですけど、しかもね、なんかすごい光が当たるともう完全に輝いてるって感じなんだけど、で自分はね、結構髪のなんか癖系で、でなんだろう、すごい広がりやすい。で、まあ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 、風が強くて広がりやすいんだったらいいなんだけど、実はね、梅雨とかなどになると本当に何もしないともうタンポポみたいな感じになるんですよ、私は。だから子供の頃はね、実際はこの短い髪にすごい、はい、憧れてる時期があったんだけど、それはね、一回はね、じゃあ私もこんなに肩までぐらいにちょっと短くして切ろうかなって思って切ってみたら、もう本当に丸頭でずっと歩いてたんですよ。それは結構、まあ、ちょっと自分の中の大変なエピソードだったんですけど、もうその時からもう髪の毛は切ろうと思っても大体まあ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 、ここまでしか切らないんです。もう本当にそれ以上切ってしまうとすごい変なやつになっちゃうので、しないようにしています。はい、でその次はね、こんな、まあこれはね、大体みんなさんのコメントを見ると分かると思うんですけど、はい、すごい太りやすい体質になってる私は。まさに日本人はね、結構みんな外食するじゃん。で、結構お酒も飲むじゃん。で、お菓子はね、さ、うちの職も女の子だらけなんだけど、お菓子もみんな毎日食べてますよ。で、毎日お菓子食べてるのに全然太らない。で、しかも、じゃあ、スポーツとかなんかやってますって聞くと、いや、何もやってませんって言われて、それでさらに、もう本当に休みの日でもアクティブじゃなくて、ゴロゴロしてる人が多いのに、どれだけ食べても太らないね。それはね、こんなに飲み歩きしてる人から見るともう一番羨ましい、まあ、ところだな。自分もね、まあ、まあ、
確かにちょっと食事制限、食事制限というかお酒あの制限しちゃった方がいいと思うんだけど、でもどうしてもねやっぱ我慢できなくなってるし、で休みの日はね結構アクティブでスポーツとかもやったりしてるけど、まあね、どれだけ頑張っても痩せられないね私は。はい、感じことに。そう、私はお酒しかないな。これはめっちゃうまそう。ホタテ、大好きなホタテと好きなイカで、それにプラスバター、レモン、ネギ、うん、絶対うまい。はい、でね、次は羨ましいところなんだけど、もうこのね、見た目の話じゃなくて内面の話になるなんだけど、あれはね、実はね、日本人はね、みんなさ、すごい日本の好きじゃん。だからもう本当に日本人で生まれてよかったって思ってる人はめちゃくちゃいる。それには私は羨ましい。まあちょっと恥ずかしいことに、昔はね、なんだろう、ロシアに生まれて育てられて、子供の頃はね、やっぱここは嫌い、嫌だとかって何回も思ったことあるんですけど、日本人ってさ、そういう風に思ってる人はなかなかいないじゃないですか。例えば、まあ、ロシアだったら結構、まあもちろん大人になれば気が変わる人も多いんですけど、学生の頃とかやっぱみんなはね、もうロシア嫌だからちょっと海外に行きたい、海外に住みたいってみんなすごい海外に憧れてて、で自分のこの、ね、生まれ育ちなのにずっと自分の国の悪口ばかり言ったりとかしてる子が多かったんですけど、感じがね、私はもう1年間ここに住んでて、この日本は嫌だっていうことの人はそんなにいないですね。でそれはもうすごい素敵なところだと思って、で自分もね、まあ、今は、じゃあまあ日本に暮らしてるんだけど、でも別に自分がロシア人ってちょっと意識するし、ロシアのことも、まあ確かに気に入ってないところもあるなんだけど、でもとりあえず全部受け入れて、私はこの国の人なんだから、まあ、自分の国も好きだけど日本のことも好きっていう感じになってるんだけど、まあ私もとりあえずこのね、日本人の皆さんと同じような感じで、もう少し自分で生まれて育てられたところを大事にすればよかったなって思います。ごちそうさまでした。でね、なんか一人で結構日本酒を飲んでて、めちゃくちゃいい感じなんだけど、帰らないといけないのはちょっと、もったいないかな、もったいないかな、もう朝まで飲みたいっていう感じなんだけど、まあ明日普通に仕事があるので、じゃあこれで皆さんおやすみなさい。じゃあねー。